僕のね、弟たち日向というものがいまして、皆さんご存知だと思うんですけど、そうですね、まあ、とにかく、まあ、いつになってもね、弟っていうものは、まあ、なんか特別な存在でありまして、本当、まあ、このおっさんになっても、高典っていう存在にはいろいろ助けられておりまして、僕もまあ、こんな今はね、ところ立たせてもらってますけど、本来は、いろいろ迷惑かけて、高典たちに、どうしようもない兄貴だったんですけど、高典っていう人間はなんか、まあ、良くも悪くも、頭がいいのか悪いのか、受け入れてくれる男でありまして、まあ、本当、一気一切しか違わないし、そんな離れ離れなんですけど、最初にできた友達という、一番初めてなった連れっていう感覚でずっとやらせてもらって、今日特別に、まあ、10年前ぐらい、高典と2人で町、長岡の町で、一緒に流し行こうぜっていうのが、高典との音楽の始まりで、その時は何目的でもなく、ただ、目立ちたかったのか、なんか面白いことやりたかったのか、高典とギター3曲ぐらい、なんかブルーハーツとかスピッツとかみたいなのを引き下げて、とにかく、で、なんか高典と、じゃあちょっと家で練習していこうっつって、すぐに。街出て、で、つたないんですけど、2人でライブをしてた時に、酔っ払いのおじさんが、なんか、おー、あんなおめら流してないのが珍しいな、ということで、じゃあちょっと松山千春やってくれや、俺が、はい、聴いてください、長渕剛で乾杯、乾杯とかな、トンボだったっけ、乾杯で、乾杯かなんかやった時に、おい、長渕、おい、な、なんだっけ、長岡剛っていうバンドで、僕が高校生の時に新曲できたから聴いてくれって言ったのがピーピーピーなんで長渕剛のカバーを新曲だったんだけど、メジャーだったからバレたんだけど新しく聴いた曲って、そう全部新曲聴いてくれっていうの名曲で、その都度高典がおまさにいい曲だな。まあな。そしたら新潟駅で知らないミュージシャンの子が俺の兄貴の新曲歌ってて、なんでそれ歌ってんのさ、斉藤和義の新曲。その時はな、その時はマイニラックのいい曲なんだよ、だから。いい曲。福井ではなんか噂で日向の曲を歌ってくださった。あんま選べるのなかったけど。家族だから。ガミ。とにかく今日はそんなこんなのね、渡辺貴則君と久しぶりにライブができるということで、今日は集まってくれてありがとう。本当に幸せで、ね、こうやって本当にこんなところで音楽というものでまたつながれたということで、今日は全力でやらせてもらっていこうと思います。それではありがとうございました。再度ご案内させていただきます。今日は暑い中ご来場いただきまして誠にありがとうございます。日向のねライブやりますよという時にね、何度もこちら会場側から確認しました。冷房ついてないからね、本当大丈夫、暑いよ暑いよ。でも言い忘れてました。あらみんな知らなかった。はい、天井付きの野外ライブだと思ってくれれば、まあそんなもんです。はい、で、500円で、ね、ご入場いただきました。ドリンクフリーついてますのでね、適時水分をお取りくださいね。熱中症にならないように水分をお取りくださいね。で、繰り返し言いますが、トイレは庭側から左側の奥にあります。突き当たって右にトイレがあります。トイレはね、古い形のトイレですので、必要品を絶対持ち込まないでくださいね。落としたら特にしゃがむ方はね、
取れませんから、はい、貴重品を持ち込まないようにお願いします。入り口にね、使用中、空きの札がありますので、使用されるときには札を返して、で、使用後は札をまた元に戻すって形でご利用ください。今しばらくね、時間あります、ご観覧ください。